務省。NHK 受信料見直しで全世界対象を検討に批判殺到。内容はこちら。NHK 受信料見直しとして総務省が全世界対象を検討しているようです。では、記事の一部を引用しご紹介いたします。デジタル時代に合わせて NHK の受信料制度を見直す議論が始まる。総務省が4月をめどに有識者会議を立ち上げ、テレビを持つ世帯だけが支払う今の仕組みの課題と改革の論点を整理する。ネット配信の番組をスマートフォンで楽しむ視聴者が増えることなどを想定し、テレビの有無に関わらず全世帯が負担するドイツのような仕組みも含め幅広く検討する。全世帯が負担っておかしいでしょ。なんで？では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。見てないのに払わされる理不尽さ。もはや税金じゃねえか、クククククク。もはや税金ですよ。さすがに納得できません。次はこちら。だったら機能を最小にして税金での運営に変えればいい。だったら縮小して国営化しろよ。売国ニュースをなくせ。多くの日本国民が NHK の反日ニュースに憤りを感じています。 NHK はもう国営化して税金にした方がマシですよ。次はこちら。テレビの有無に関わらず新たな税金でもなくただのカツアゲでは。もうここまで来るとカツアゲと同じですよ。ため息しか出ません。最後はこちら。お金払わないと見れない仕組みにしてください。スクランブルにしろよ。は、スクランブルにしろよ。いつも言ってた BBC を見習いや。BBC を見習ってスクランブルにするべきですよ。なんで突然全世界対象になるの？意味がわかりません。結論。NHK 利権でも動いているのですか？今回の突然の方向転換にそう感じざるを得ませんよ。今から景気が悪くなるというのにわざわざ見ない NHK の受信料をなぜ全世帯が払わなければならないのですか？教えてください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。